2代目初音カルでございます。まだまだ未熟ですが一生懸命努めますのでよろしくお願いいたします。私もお見かけ通りの宅配でよ、いやごらせのボイセとてもうまくは読めないけれどしばらく間のご清聴ながらも私は伏してお願い申し上げ浮世に広める名も初音あの浪曲音頭の光し合い一生懸命ずっと前中空よいどこさ述べます王様は街道一の親分よ、いやごらせのこいせ清水次郎町の来店で あまた身内のあるなでここに大勢の半頃お耳磨きの一石をいかがになるのか皆様方へ影のリズムにおだてられ敵時間も来るまでいざこれよりもあのぼつぼつと空よいどこださのよいやださ天馬悪事打つのが親分できない喧嘩するのが凶悪じゃないどよんどいほいいやこらせどっこいせ明けの願書より暮れみそかまでぐるちさぶろくぐるにしにそらが天地六の才の目がちょっと出るのか跳ねるか才の上目でひょく世にもヤクザは数あれど人に多いよと頼まれりゃたとえ火の中水の底相手大名旗本たりと何の痛いがあるもんか男五尺の命にかけて後にゃ引けない男だってこれが誠の義経格空よいどこさ佐野よいやさ曽我の修復で35箇所土場を持ちよいほいいやこらせどっこいせ若い者な千人あまりに羽貝につけた親分でそのない草の菊像が曽我の宿和や若やい抱え女郎で長
それに思いをかけて通ううちに元を正したことなれば聞くのも隠れにそろして今じゃどうにか男になったあんが不祝をしてのまたごろヤクザにまれなひな男八幡や遅めに見染められん約束石山でいいなの金も音色は変われども互いに変わらん味変わるのにあい交わしたる深い中今日この頃のまた頃は開けてもくれてもやわかやろお勤めの元でい続けば明かり空よいどこさ支払いをすることできず一間見てんのほいほいいやこらせどこいせ知らんにくれるありさまを見てはたまらんお染めさん女苦労も私ゆえ悪いこととは知りながら親が病気と私を目当てに通ってくる幸いに戦の親分騙し込みやが借りたお金が50両思ったが二回回りお説明がんぼほいほいいやこらせどこへせいぐさんの聞くぞに打ち明けたそれとは知らずまたごろお染めこのような大金をどこで「できたのか問い詰められておそげさん」「実はこれこれしかじかと聞いたる時にまたもその驚きはいいかばかりやんが他の人ながらとにもかくいぐさの親分」騙すとはあんやそんな心もの腐ったおなごも世の日までも知らなんだ二度と再びやわたやの敷居はまたげぬ教会と血相を変えて立ち上がるあまりかねたるお染めさん待ってちょうだいまた五郎さん空よいどこささのよいやささ変身かとその手にすがりつくすがるお染めを振り払いほいほいいやこらせどこいせすまぬいぐさんあのおかしいことなんとお詫びをいたしましょう思いながらも表の方へちょうど向かいがごんべいじゃやれ中でいぐさの親分と一の子分の早草源氏が
再刺さされず飲んでいたら、またおろ姿を早く見て、このは大勢のまたおろが、姉がいるなら初めから親分こうじゃとなぜ頼まない、めくされ金の五十両、お染めと心を合わせた上で語り取るとは何事ぞ、裏のような三下に眉毛読まれぬ俺じゃない、まだまだ脆く満たさない、酒を飲まねば親分も悪い人ではなかったが、酔っているからたまらない、手にしておったる杯をこれでも蔵へと投げつけた、額に当たってザクロのごとく流れる血をバテで抑え、あまりといえばこの仕口、あっしは何にも知りません、そんな言い訳聞く耳もたぬ、眉間割られて悔しけりゃいつ何時でも来るがよい、逃げも隠れもするじゃない、このバカ野郎めこうしてやろうと、またごろ顔へと会うたんを、いやというほどふっかけた、あまりの悔しさ口を寄せ、ドスの塚にと手をかけて、おのれやれとはやれども、いやいやそうじゃない、そうじゃない、そらよいどこさっさのよいやさっさ、はてはね上や支配をすることできず、人まみれにいやこらねどっこいぜ、わし枯れ葉の下くぐる、あのもろこしの感じも、またをくぐりした召しある、我が町においては関白の椅子を占めたる秀吉も、矢作の橋を宿とする、近くばりの宮尊徳も、幼い頃には縄を編んだり芝を担いで試しやる、花の司のボタンでも冬はこも来て時を待つ、庭に植えたある梅の木も秋はしおれて冬枯れしても、また来る春に花咲かせ、うぐりすこえだにちょいと止めて、おやほけきょやほほけきょとさえずる声が今にする、ここが我慢のしどころと、ぐいとこらえたか悲しいさは、誰に語らぬ語るべき、おつる涙はとどめなくしおれて戻る、おせんむら、そらよいどこだ、さのよいやだった、話は変われど弟の帰還期者の半頃よ、いやこらせどっこいせ、兄貴の帰りが遅いゆえ、する首伸ばして待つところ、あゆ今じゃとうちらの堅い、いつにかまった兄貴の様子、間違いことでもあったのか、実は戦の聞くぞに聞くより半頃驚いた、人に親分親方と言われるようになったのも、元を正したことなれば死んだ
おいらの出て親が当たればこそ今日の地その恩忘れた一人なし生かしておけぬ戦の菊ぞと奥の人前飛び込んでタンスの中より取り出したら親の代から伝われし泉の神は加熱の名言掴んだ歯ごろが恋と表に飛んで出た空よいどこだ乗り込んでいやこらでどこで戦の菊ぞ切り倒しに人を殺せば花二つ表情求めた半五郎慣れぬわらじに半がった人目を忍ぶ三度がさ武州王勢を後に見て今日は東か明日は西流れ流れて東海道峰は白雪ふもとはあられ中は霞の雲の帯三国一での栗の山音に聞こえし羽衣の松と並んで名をあげました街道一の親分は本名山本長五で通り名前が清水の次郎長ど縁は稲穂の味なもの清水港に入れてきて次郎長さんに見出され杯もろた半五郎男売り出す物語いざこれよりも皆さんへ読めば一切もわかるけどあまりお長くなりました秋もいたさず長々とようこそご清聴賜れまして高座ながらであるけれど熱く御礼申し上げにそれでは皆さんが失礼します。